いわゆるこの宅検業を行うには原則免許が必要であると。いわゆる宅検業なんで、これは宅地建物取引業に全て該当すれば原則免許必要だということは言いましたが、はい、免許を得ずにして業を行うと、無免許として監督罰則、まあ捕まっちゃうんだよって話ですよね。でもねっていうところで、まあ、次にかける法人等の場合は免許がこれ不要になるっていうんですね。 まあ言うなれば、この丸二だけまあバサッと押さえてもらったらいいんですがまあ国とかですねこの地方公共団体及びこれらとみなされるものまあいわゆるこの国行政機関なのでえまあ公的な機関等に関しましてはねまあこれ宅建業の許可なんていうことを受けなくていいだろうなというふうにまあいわゆる自分たちが簡単に言うと大きく言うと自分たちがね免許を出すのにというところで自分たちがなんか行おうと思った場合においてねいわゆる免許必要かというとちょっとやっぱりおかしいよね。 話になってきますから、まあ、おそらくこのあたりはですねあの出ても取れるんじゃないかと思いますで丸 ② 番のそれ以外の信託会社やこの信託銀行というところ、まあ、信託というところなんで、まあ、主にこの投資を目的にしているような、まあ、この金融機関等に関しましても、まあ、実際ちょっと発見業を行ったとしてもですね免許は不要なんだというところですから 例えば国がですね建物を取引して業として行ったとしても免許不要なので、まあ、国や地方公共団体や、まあ、このね信託会社銀行が免許なく行ってもですね罰則の等の対象にはならないということでありますはいまあこの辺り別にねあのさらっと押さえてもらったらいいところではあるんですけれどもこれは別に禁止されてないんです届け出っていうのは単なるこれはお知らせと。 お知らせする、そういう行為のことを届け出というふうに言います。ですね。ですから、届け出、いや、じゃあ、例えばね、許可と同じじゃないのというふうに思う人いるかもしれませんが、まあ、届け出と許可っていうのは全く違うもんですね。届け出は単にお知らせをするんだということだし、許可っていうのは、あの、原則禁止のものを解除するというところなので、 ね、別に禁止はされてないなです信託会社等は免許を取らなくても禁止はされてないんだけれどもねただやはりこういう仕事宅建業をやあのしますよやりますよっていうふうに届けでお知らせはしてくださいねというふうにこう言われているわけであります。全然違うんですよ許可とね ですからあの法令上の制限をですね学習する時今清水講師が担当されますがえまあそのクラスの時においてねいわゆる許可であったり届け出だったりするんですがえまあ清水講師からもお伝えがあると思いますがやっぱ許可いいうのは規制がきついんですね届け出においてはそんなに規制はきつくない単なるお知らせをする行為なんだというところであります。ですから えまあこれも大きく見ればですね許可とかに対してはやっぱ規制が厳しく罰則も厳しかったりします、まあ、行政の監督処分なんてことも厳しくなってくることが多いんですけれども、まあ、届けでもないとは言いません届け出でもないとは言わないんだけれどもね、まあ、許可に比べてこの辺りはやっぱりかなり軽く、まあ、行政も考えてるそういう傾向があるってことはですね知っておいてもらったらこの法令上の制限も点数が上がりやすくなるよということであります。 これですからね、例えば問題ではこう出るんです。もういつでも出るんですがもうこれね絶対覚えてほしいんですけども自ら当事者となる賃貸大家さんに関してはもうそもそもですね宅建業者じゃないんです。ってことは宅建業今皆さんが習ってるこの規制とかが全部ないんですよ基本的にはこう考える。ってことは標識もかける必要はない報酬額の提示も不要だし 帳簿だっていいらないんですよさあ便宜上、ねまあ、当然つけてるでしょうけれどもね便宜上つけたり、まあ、またこの不動産管理をしているこの管理っていうのはこれ別にねあの管理っていうのはこの宅建業法じゃなくてそれこそこれ賃貸不動産経営管理士というふうな部分になってくるわけなんですね。宅建士というのはどういう時に宅建業は何かというとこれ入り口なんですね。 で管理っていうのはこれはまあエンド終了までこの間あるんだけれども宅建をこう宅建士として、まあ、宅建業としてまず入り口、まあ、売買の仲介売買やですね賃貸の売買に入るのは取引に当たるでその後の管理はこれ不動産業ではないんです管理業ですね 賃貸不動産経営管理士っていううのは、そこに携わるよなな資格なんです。だから初めから終わりまでというところでねまた検証を取って例えば賃貸不動産経営管理士をこう取るとですけどねまあ初めから終わりまでこの不動産に関して一連の流れで、えー、まあこう営業活動がしていけるということになってくるわけですね。 他け、えー、業者はですね取引の関係者から請求があった時は従業者名簿を閲覧させなければならないだから取引の関係者から請求がなければ閲覧させなくていいんですよだから別に普段からねまあ従業者がいますよ名簿を別にね貼り出しておく必要はないわけですよこの報酬額の提示のようにただし備え付けとおいて備えなければならない備え付けは必要なんです事務所に備えなければならないんだけれども 前は関係者かららがあったら、ね、従業者名簿をさせえんだよとということでありますだから6名であればですけれどもこれは1名でいいんですかとこれ5名に1人以上なんで2人必要なんですよね。というところでね、まあ、僕も昔宅建士としてですね、まあ、特にそこはメインとしては賃貸不動産をしていたもちろん賃貸不動産のまあ仲介売買プラスのまあまあ管理業もされていたっていう、まあ、かなり大きな、ね え、ところで働いていたんですけれども、その時にね、あの、宅建士として登録してなんですが、ま、いろいろとね、宅建士ができるようなことを行っていたということになるわけです。はい、以上というところで、まあ、ね、備えなければいけないものというものを見てきました。はい、それでは3回目、ここまでにしましょう。お疲れ様でした。